こんにちは。日高さん、はい、日本シリーズ今日第4戦ありまして、はい、結果はソフトバンク4対1で、うん、4連勝で日本一になりました、ね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、はい、圧倒しましたね、はいはい。まあ、まず今日は先発ソフトバンク和田投手、はい、でジャイアンツが畠投手で、うん、まず今日の第4戦の試合を振り返って、まあ、ちょっと振り返ろうかね、はい、ジャイアンツの方は大幅に打順を変えてきた、まあ、これは左ピッチャーということもありながら、はい、まあ、調子のいい選手を使おうというね、うん、まあ、若林を1番に入れて、うん、坂本2番、丸3番、うん、岡本4番、ウィーラーをまた上げてるという、まあ、で田中俊太を使ったりだとかキャッチャーも変えてきて岸田、うん、で9番に増田、これ大幅に変えてきたんね、はい、うん、うん、で一方ソフトバンクの方はもう不動というかさ、はい、もう変えてないというね、はい、まあ、そういう布陣だったんだけども、はい、まあ、若林が初回、ツーベースで出ます、はい、ツーベースで出た。で坂本が普通だったら右打ちをして進塁打を狙いながらヒットを打ちに行くのかなと思ったらいきなり引っ張ったんだよね、うん、スライダーを、うん、そして先取点を上げた、うん、これね、下位のコンピューターが狂ったと思うんだよ、うん、普通だったらソフトバンクだったら間違いなく右打ちしてくるんだね、はい、先取点を取るために、はい、でも坂本が思いっきり引っ張ってあわやホームランというような当たりを打って先制をする。あれ今日はもう自由にフリーに打ってくるのかなって、下位は迷ったと思うんだよ、うん、でこれ先取点を1点取れたけどやっぱりノーアウトセカンドがまだ続く、はい、この時に丸にどうするかなと思ったら打たしながら進塁打をやらせようとしてたんだよね、うん、でもここはね、丸の状態だとか日本シリーズ過去のを振り返っても丸ってあまり日本シリーズでいい結果が出てないんだよね。だからそれだけにもう1点取るために俺送りバントでよかったと思うんだよね、ここはもうはっきり、はい、で岡本も仕事はできてない、はい、でも岡本は外野フライだったら和田との力量だったら打って打点を稼げるかな、うん、そういう選手がやっぱり仕事ができてない、仕事をさせるためにも丸には俺は送りバントでよかった。うん、なるほど、うん、それで岡本が三振、ウィーラーがフォアボール、中島に回ってきて14球の勝負があったんだけど、はい、これはやっぱり見応えはあった、見応えはあったけど、はい、追い込まれたのは和田ではなくて中島だったね。あ、やっぱ最後のワンバンドを振ってしまうあたりが、はい、やっぱり中島もいっぱいいっぱいになってたという、はい、ただね、先制はしたもののこの1点で終わったっていうことがさ、うん、逆に畠のプレッシャーになったのかなっていう、うん、だけどまあこのシリーズで初めて先制したわけだから、はい、今日はいけるかなっていうふうに思った矢先の1回裏、はい、でシュートに対して畠がやっぱりシュートに助けられたんだよね、ボール球に手を出してくれて、うん、はい、まあ黙って立ってたのがフォアボールって言ったところ、はい、でもシュートを抑えることができた、うん、あ、これで落ち着くかなと思ったら中村が簡単にヒット、はい、ああ、まあ中村クラスだったら打つかとか思いながら見てて、おそらく柳田が初球のフォークボールだよ、はい、簡単に逆転ツーランだから、だから先制した、よし今日はやれるっていうのももう一瞬だったよね、あっという間に。だからまざまざとなんかこう柳田が力を見せつけたという打席だったよね、はい、で逆転されたその2回、はい、田中先発起用に応えてセンター前にヒット打つんだよ、はい、そして岸田にどうするかなと思ったら、うん、送りバントのサインなんだよね、うん、で今日抜擢してマスクをかぶらした、はい、俺はこのシリーズの戦い方でやっぱ 5,6 点はいるんだよね、勝つためには、はい、そしたらここで送りバントしててどうすんのかなって、今日負けたら終わりだし、うん、1点を積み重ねても柳田みたいに一瞬でひっくり返されるという打撃陣をソフトバンクが持ってて、はい、ここの送りバントっていうのはさ、なぜなんだろうっていう疑問があった、うん、で結局この回は点が入らない、はい、で2回裏、はい、牧原がヒット出た、はい、ワンアウトから、はい、松田が三振、はい、でツーアウトランナー一塁、この時に畠と岸田のバッテリーが牧原に走らせないために牽制をするんだよね、うん、ランナーを気にしだすんだよね、
でも俺の中ではいやいや絶対動かない、カエで勝負させて、カエがアウトになっても次周東から1番から始まるじゃないか、はい、だから牧原は絶対止めとけよってそういう指示だったと思うんだよ、はい、だってカエが出たらプレッシャーかけられないもんバッテリー、はい、だから次の回周東が周東から始まることをソフトバンクは絶対に考えてたと思う、はい、だから牧原なんか絶対動かない、うーん、その中で牽制を何回も入れるわけ、はい、そしたら甲斐は感じ取るよね、やっぱ走られたくないんだって、ランナー気にしてるんだって、そしたらまっすぐ系だなっていうふうに思って、うん、フルスイングしてホームラン打たれる、はい、もうねこれで終わったと思った、うーん、で2回からは和田を変えて系統に入っていくわけだけども、松本、加山、高橋で、岩崎、モイネロ、森と、もう完璧だよ。もう初回しか反撃のチャンスがないぐらいに叩きのめされたという、うん、これも4戦の試合だったんだけども、もう完全に力の差が出たよね。うーん、とこの今回の日本シリーズ全体、うん、4試合の総評としては豊さんはどんな風に感じられましたか？総評はね、はい、やっぱ力の差っていうのは確かにあったと思うんだけども、はい、ただやっぱ開幕試合で菅野と千賀の投げ合い、はい、これが菅野が勝ってればさ、やっぱ流れは全然変わったと思うんだけど、はい、その流れの中で菅野が今でも俺は悔やんでると思う栗原への3球、はい、ランナーを置いてスライダースライダーボールボール、はい、でスライダーを投げてホームラン、はい、やっぱりそこなんだよね。そっからボタンの掛け違いがあって、で栗原の攻め、インサイドがうまいのにどん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 行っといて打たれたという、はい、うん、だからここら辺からちょっと流れがこうもう全くなくなったね巨人の、うん、総評とすればやっぱりエース同士の投げ合いで、はい、ああいう風に菅野が負けてしまったという、はい、絶対的なエースが負けたという第一戦、はい、で千賀が各バッターに対してインサイドということを意識させた、そういう投球がずっと4戦まで生きたね。だから最初の先発の役割ってさ、はい、印象付けなんだよね、はい、菅野もインサイドに対して意識づけをしようと思ったんだけど、そのホームランで崩れた。でも覚えてると思うけど、初戦の千賀の岡本への一球、はい、バットへし折って、はい、その意識づけが第4戦までつながったというね、はい、だからエースの役割っていうのはすごく大きかったと思うんだよね、このシリーズは特に、はい、だから千賀の力っていうのはすごかったし、うん、2戦目の石川のカーブもすごかった、うん、まあ、まっすぐももちろんいいけどね、はい、でムーアノの丁寧な投球も7回までノーヒットノーランやってみたいな、はい、それでマウンド降りたけど、はい、で総決算はなんかショートスタートっていうかオープナーみたいな感じで和田がダメだと思ったらすぐ継投に入って抑え切るというさ、ソフトバンクの強みしか出てこなかったというね、うんうんうん、で巨人の強みは何かというとやっぱホームランで勝つということ、うん、ホームランで流れを変えるという強みがあったんだ、はい、シーズン中はね、はい、中継ぎ陣もそこそこ活躍して、はい、継投に入ったら負けないという巨人があったんだけど、はい、それを出させない、うん、下位のリードもあるしピッチャーの力もあったということ、だからもう相手の強みを出させないようにしっかり抑えていったというね、うん、だって三振率が 38%、 はい、ほぼ 38%ね、平均10個、はい、10点何個かなんか、そうですね、1試合取られてるよね、はい、4試合で41個でしょ、はい、だから相対的に全体的な 38% 三振で取られてるという、はい、打率にしたら1割3分ぐらい、そうですね、今回のね、はい、シリーズで1割3分じゃやっぱ点は取れないわ、まあ、確かにピッチャーはいいけども、はい、ちょっとショックが残るような負け方だったよね、はい、うん、まあ、そうするとやっぱりソフトバンクと巨人の差っていうのは、差はね、はい、巨人はやらされてる、はい、やらされてる、うん、例えば固定観念があるとか、はい、野球に対して、はい、この場面はこうしなきゃいけない、はい、こうすべきだ、はい、こうやれ、そう言われてやらされてる感じがしたんだけど、はい、ソフトバンクの選手たちっていうのは
すごく自立があるね、うん、自立の中でよく野球を勉強してるということ、うん、これはランナー一塁の時に左バッターで難しいボールでもやっぱ引っ張ろうとするもん、うん、進塁打を打ちに行こうとするもん。で中村なんかは、まあ、昨日のゲームかな 3-1 ボールが先行してど真ん中のボールでも先頭バッターだから見逃してフルカウントにしてフォアボールを取り出塁をしていく、はい、そしてチャンスを広げていく、そういったこともそうだし、巨人の野球ってノースリーからも田中が打ったけど、はい、あんな場面で打つバッターなのかなって、うん、ホームラン仮に岡本だったら別だよ、はい、ホームランで同点だから、うん、ノースリーから取りに来るボール打ってって、でも田中にその力があるかって言ったら何パーセントしかない、 1%、2% ぐらいしかないぐらいのその力量でも満塁にした方がいいじゃない、はい、でもそういうところもちょっと違うし、だから野球の進め方がやっぱソフトバンクは豪快のようで丁寧だよ、やっぱりよく考えてる。だから1・3塁になるケースっていうのはすごく多く目についたと思うんだけど、はい、やっぱ走力も違うよね、今日でも牽制をたくさんする、はい、牧原に対して、うん、俺は絶対ソフトバンクのベンチは動かさないと思う。そういう読みもできてないよね。それはまあこういう劣勢に立った時に冷静にいろっていう方が難しいかもわからないけど、はい、こういう場面は牽制を入れなきゃいけないんだよ、うん、こうしなきゃいけないんだっていうことがあまりにも頭の中にあって、うん、なんかマニュアル通りに野球をやってますみたいな、柔軟にこう考えられない、考えられない、それを察知した回が柔軟に読みを変えたりだとか、はい、ボールを待ってホームランをするという、はい、だからそこら辺の差もやっぱあるなっていうふうに感じた試合だった。だからまあシリーズを通してね、はい、だからやらされてる野球、固定観念に縛られてる野球でもここは自主性を重んじ自由にやってもいいけども、やっぱり野球っていうのはこういうものだというものを、野球の進め方っていうのはこういうものだっていうことを自分たちで感じてるから、それをやる技術を掴もうとしてるね。巨人のピッチャーのビエイラ、はい、これが164キロ投げてたんだけど、はい、まあセットになるとちょっとあの球速も落ちるんだけどね、はい、158とか落ちても150ね、はい、でもそのボールでもしっかり振り切れてる。うん、じゃあ巨人のバッターたちがその速いボールを振り切れてるかというとさ、やっぱ前に飛んでないんだよね、うんうん、だからそこら辺の差もあった。これはねセリーグのね各球団もそうだけど、本当にしっかりやらないとパリーグの天下は続く、うん、もっと野球を勉強し、はい、もっと野球の進め方とか、はい、ボールの見極め方、はい、ここは打っていいのか打っちゃいけないのかっていうことまで、はい、こと細かにやらなきゃダメ。短期決戦になればなるほど、はい、そういうことが大事だっていうのがよく分かったシリーズだったと思う。でも原監督はそういう野球を俺はやってきたんだよね、やってきてると思うんだよね、はい、でもその力を発揮できなかったっていうのは本当悔しくて、まあ、2、3日寝れないと思う、はい、俺も勉強になったし、まあ、素晴らしい、あのもうずっと練習してるでしょ。まあ、原監督が DH 制を OK した、はい、でもセ・リーグのチームは13年から DH 制度では21連敗になったんだよね。これで、ああそうですね、勝ててないんだよ、はい、ね、それを了承したっていうこともちょっと疑問には思うところではあったけど、はい、でもまあそれ以前にちょっと力負けかな。もう一度やっぱりね、野球の進め方だとか、はい、技術だとかそういうものをしっかり教えないとパリーグには勝てなくなる、うんうん、勝てなくなるっていうかもう勝ててないけどね、はい、まあ、俺もセリーグの出身だから、はい、ちょっとセリーグが負けばっかりじゃさ、パリーグを応援してないっていうわけじゃないけど、はい、でもソフトバンクにはすごくいい勉強をさせてもらった、うん、ね、でも見事な優勝でしたね、はい、はい、おめでとうございました。おめでとうございます。